ご視聴ありがとうございます。今回のシリーズでは、1980年代から1990年代にかけて、黄金時代を築いた、あのセガの誕生物語について、全4回に分けて紹介させていただきます。コペン公式ブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。この動画では、外資系企業として誕生したセガが、やがて国産の会社に変わり、セガの中高の祖とも言われる中山隼夫さんによって、ビデオゲームで頭角を現し、やがて任天堂と家庭用ゲーム市場で、戦いを繰り広げるまでの、物語をご紹介させていただきます。前回からの続き。1970年代後半の、アーケードゲーム業界は、エレメカの時代からビデオゲームの時代へと、テクノロジーの転換の時期が、訪れていた。しかし、エレメカゲーム機でゲーム業界を、圧倒していたセガは、ビデオゲームの波に乗れずにいたんだ。さすがに、新技術の存在が大きくなるにつれて、ようやくセガも重い腰を、上げることに。1978年には、ビデオゲームのノウハウを吸収しようと、アメリカのグレムリン・インダストリーを、買収。しかしライバルだった、対等のスペースインベーダーの、大ヒットで、セガは、アーケードゲーム業界ナンバーワンの、座から、引きずり落とされてしまう。セガ、大阪んなくー。さらに翌年には、ナムコからギャラクシアンが登場し、その後パックマンが世界的大ヒットするなど、ナムコが急上昇することになり、セガは、一気に業界3位まで、落ちてしまうんだ。あらそんな時、セガの中高の祖と言われる、中山隼夫さんが、1979年1月に、セガエンタープライゼスの代表取締役副社長として、入社するんだ。セガに入社した時の中山さんの、肩書きは、マーケティング担当の副社長なんだけど、アメリカの本社から派遣された社長は、非常勤ポストのため、事実上の日本法人の、トップだったんだ。満を持して、セガに入社した中山さんが、最初に手をつけたのが、開発部なんだ。中山さんにとってのセガは、セガは面白いゲームを作ってこその、セガである。という信念のもと、セガの原点である、ものづくりから改革を、始めたんだ。当時開発部員の人数は、全社員1200名のうち、たったの45名。そこで中山さんは、これを70名に増やし、そして毎年のように開発部員を、増員していったんだ。こうして、中山さんが陣頭指揮を、取り始めた1980年代初め頃から、セガに多くの逸材が登場するようになるんだ。1983年には、後に、ハングオンやスペースハリアー、アウトラン、そしてバーチャファイター2などの大ヒット作を、生み出す、鈴木優さんが、1984年には、ソニック・ザ・ヘッジホッグを開発し、アメリカでメガドライブ旋風を巻き起こす、中裕司さんも入社してくることになるんだ。しかし、この頃のセガは外資系企業、親方成長期の精神が、染みついていて、なかなか社員の意識が変わらなかったんだ。この頃は、外資系のセガだったものね。1979年、インベーダーブームの終焉。しかし、ここでアーケードゲーム業界に、激震が走る。中山さんが入社して半年後の、1979年6月以降、インベーダーブームが突然終わってしまったんだ。セガもこのブームの流れに乗って、インベーダー商材の輸入販売で、潤っていたのだが、オリジナルゲーム開発より、販売に力を入れていたことが、裏目に出てしまい、この熱狂的なブームが、終わると、セガに売れるゲームタイトルは残っていなかったんだ。セガ、ピンチー。しかし、四面楚歌の時こそ奮い立つのが、セガ。このピンチによって社内には、引き締まる兆しが生まれるんだ。中でも最も危機意識が、強く走ったのが開発部。ここでセガの伝統が復活する。開発部は満を持して、ヘッドオンというオリジナルゲームの、開発を開始するんだ。ヘッドオンは、セガの第一期黄金時代に、大ヒットした、セガグランプリ以来の伝統を、継承した、ドライブゲームなんだ。このレースゲームは、プレイヤーが自分の車で、レース場にあるドットを次々に、消していくゲームだよ。後にナムコのパックマンで花開くことになる、ドット取りゲームを先駆けたゲームだね。あれ、ナムコから1980年に発表された、ラリー X や、ニューラリー X に似ているね。ドット取りゲームの先駆けは、セガだったんだね。ヘッドオンは、市場からかなりの好評を持って、迎えられ、さらに同年の1979年12月には、レースゲームのモナコ GP が、大ヒットするんだ。こうしてセガは、ようやくセガらしいオリジナルゲームを、開発する、土壌が復活し始めるんだ。しかし、セガのアーケードゲームでの完全復活は、あの人のヒット作を待たねばならない。おお、ユウさん。純国産セガの誕生。中山さんが社内改革に、突き進んでいた1983年に、海の向こうのアメリカセガは、激動の年を迎えることになるんだ。前年のクリスマス商戦以降から、アメリカのゲーム機市場が、冷え込み始めたんだ。日本で、当たりショックと言われている、出来事だね。それに伴い、アメリカのセガの業績は、急降下。当時親会社だった、ガルフウェスタン社は、アメリカのゲーム市場に見切りをつけ、セガの売却を検討し始めるんだ。セガの日本法人の実質の、経営者だった中山さんは、ローゼン社長から、親会社のセガ売却についての、動きを知ることになる。中山さんはこの時、
親会社のガルフウェスタン社が、アメリカ本社の業績不振からセガを、売却しようとしている。セガの日本法人は、あくまでもアメリカ本社の、日本支社でしかないからな。ローゼン社長が、私に日本法人の全権を、任せてくれているから、社内改革を進めることができている。しかし、もしアメリカのセガが売却されれば、経営方針は、大きく変わる可能性がある。もし本社が見売りされれば、他の外資系企業の日本法人のように、日本国内の販売促進の、役割しか権限が与えられないただの、営業会社になってしまうことも、考えられる。このままセガの売却を見過ごしていいのだろうか。セガはこのまま終わってしまうのか。こうなったら親会社に乗り込んで、交渉するしかないな。中山さんは、早速セガの親会社である、ガルフウェスタン社との交渉のためアメリカに、渡ったんだ。フットワークがいいですね。親会社、ガルフウェスタン社と中山さんの、交渉。アメリカに到着した中山さんは、ガルフウェスタン社の本社を、訪問し、決定権のある社長との、面会に挑んだんだ。社長、わざわざお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。いえいえ、中山さんこそ、はるばる日本からご訪問いただきましてありがとうございます。それで、中山さんからご相談があるということで、何でもセガの売却についてだとか。はい、そうなんです。セガの売却については、ローゼン社長からお聞きしております。そうですか、それでは率直な話を、させていただきます。あなたも、日本法人の責任者でもある方だ。それなら我々の考えを、知っておいた方がいいでしょう。お願いします。10年前から、我々は成長が見込めるゲーム市場の投資先として、セガに出資したのですが、どうも去年から、ゲーム市場の成長に、陰りが見えてきましてね。急成長していた当たり社の、株も現在急落中です。これまでゲーム市場に投資を、続けてきましたが、我々としては、最近のアメリカ市場の、冷え込みから、この市場はこの先成長の、見込みが望めないと、予測しているんです。現にアメリカのセガは、業績が急落してしまいましたし、投資の判断として、そろそろセガは売却した方がいい時期だと考えているんですよ。もちろんセガにとって最適なパートナーを探している最中です。そうですか、わかりました。それでは、一つご提案があるのですが。提案ですか？はい、そうです。提案というのは、実は、セガの日本法人を買い取らせていただきたいのです。ほう、これは大きく出ましたな。セガの日本法人を買い取りたい。日本のセガは、私が責任を持って経営して行きたいのです。そのため、日本法人の売却額のご提示を、お願いしたいのです。なるほど、わかりました。それでは、少し待ってください。財務担当に正確な売却金額を、確認してみましょう。はい、よろしくお願いします。そして、席を離れたガルフウェスタン社の、社長は、しばらくすると再び中山さんの前に、現れたんだ。お待たせしました。セガ日本法人の売り値を、算出した結果。セガ日本法人の売り値は、100億です。100億ですか。それに中山さん、あなたにセガ日本法人の交渉権を委任しましょう。もし、期限内に提示された金額を入金することができれば、交渉は成立です。その時は、セガの日本法人は、あなたのものです。ありがとうございます。それでは、早速日本に帰って資金の準備をさせていただきます。今回はここまで。ということで、一世一代の大勝負に出た中山さん。中山さんは、期限内に100億を揃えることができるのか。それともセガは、見売りされてしまうのか。頑張れ中山さん。果たして、セガの行方は？ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。